ネギーとミスティアがいないが。まあいいや、始めよう。おい、遊びに来たよ。あ、カメラ発見。これなんか開封するパターンだね。うわー、突然来ちゃった。今回はこれを開封して遊んでいくよ。パワーパックハイパーデラックス。何回かにも凄そう。箱の側面には色々説明が載っているよ。ちなみにお値段は 14,080 円だったよ。やっぱ割引価格はいつでも嬉しいよね。中身を開けると説明書がお出迎え。あと本体となるコントローラーと専用のアダプターとコード。他のには使えないのか。逆に使ったらどうなるのか気にならない。ダメ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 。それにしてもこれ見た目がかっこいいね。でしょでしょ。なんか大人っぽい感じだよね。背面はこんな感じ。フィーダーが2本接続できるようになっているよ。今回はこのパワーパックハイパーデラックスで2000同時運転をしながら、そこに置いているパワーパックスタンダード SX も使って複々線のレイアウトを作って4編成を走らせるとセリフ取られた。なんとなくそうだろうと思っていた。ちなみにパワーも強い。他の2つと比べるとこんな感じ。全部違うんだ。はい、完成。内側の線路には鉄橋があるよ。外側の線路から分岐した先には2000分の有機線があるね。駅の構造は2面5線だね。で、車両は何にするの？あ、車両はもう決めてあるよ。やっぱりそれだよねー。そりゃあこれでしょう。と、説明をすると、内側から順に、JR 西日本の 201系、近鉄 8600系、外側には JR 東日本の E233系3000番台、ただし3両編成、対向式ホームの配置の関係でね。そして阪神1000系、さらに近鉄5万系をスタンバイ。まずは201系と8600系からスタート。こっちは SX の方だから個別制御だね。次に外側の E233系と阪神1000系。まずは電源をオンにして進行方向を決めて、そっち向きで合っているかな。仮に間違っていてもぶつからないから。お、おう。さあ同時給電で出発だ。おい、阪神より遅いんだけど。そこは気にしない方向で。気にしない方が難しいと思うんだけど。ほら、あっさり201系に抜かされちゃったよ。だけど加速したら阪神車両も加速することになるよ。じゃあここらで分岐してもらおうか。やっぱこのジョイントン入るよねー。おっと、またもや追い抜きだね。まるで東海道線の車両が減速している時に瀬戸線または横線に抜かれるみたいな。それで伝わるのだろうか。じゃあ E233系を本線から分岐させて島風に交代するよ。西がメンテナンスをしたと入っていたけど、これ本当に治っているの？ライトはついたけど動力はまだって感じ。でも走ることは走っているからおおよそ治って入るんじゃないかな。ではでは、そこの真ん中の線路に島風を入線させよう。やっぱこれは、早いうちにどうにかしないとね。遊び終わったら電源をオフって、終了っと。一度に走る編成が多いと、それだけでもすごいボリュームになるね。しかもこれが複々線ときた、最高じゃん。見た目のかっこよさといい、性能の高さといい、値段相応の価値は、あるね。これでまた鉄道模型のレイアウト作成がはかどることになるね。あー、また単独動画がたくさん生産されるのか。最近はそれが普通になってきたよね。なんでこうなっちゃったのかな。さて、片付けますかね。うわ、なんか複々線のレイアウトができている。帰りましたよ。あ、これもしかしてもう終わった感じですか？うん、終わっちゃった。まさかこのタイミングでばったり会っちゃうとはねー。これどうする？二人のためだ。
また走らせる。さすが、おい本当に再開しちゃっても大丈夫なの？大丈夫ですよ、5人もいれば。片付けもすぐ終わりますって。ちょっと待って、私とカナは場所を知らないんだけど。教えてあげるから安心しなさいな。あ、これって新幹線の車両じゃん。うわぁ、勝手に出さないでー。お、なんだこの電池の山は。それくらレールで使うの？これは大変ですねー。あれ、誰か忘れているような。